はい、お顔の脂肪吸引終わりました。今全身麻酔で冷めたばかりでちょっと朦朧としてますけど、大丈夫です。で、麻酔の注射もしてるんでこの辺ボワーンと腫れてて、やった直後は効果わからないです、腫れてるので。で、穴を開けたところは、まあ、こことここなんだけど、まあ、縫わないでテープで固定して、1週間ぐらいで剥がしてる、剥がした頃にはもう傷くっついてます。で、あとは腫れが引いてこっそりしていきますけど、まあ、大きな腫れは1週間ぐらいでだいぶ引くんだけど、まあ、どんな手術でも完全に腫れ引くのはやっぱり6ヶ月ぐらいかかるわけなんだけれど、まあ、細くなったなって分かるのは早い人だと1週間から2週間ぐらいです。はい、まあ、程よく顎の下、フェイスライン、この辺のほっぺ、程よく取りました。頬がこけたり、顔がやつれたりしない範囲内で最大限取りました。あと、デコボコになったり、皮膚がたるんだりしない範囲内で最大限取って、すっきりした小顔になるようにしました。はい、じゃあいいよ。